ハップロキシーは TCP と HTTP ベースのアプリケーションのためにリクエストを複数のサーバーに分散させる高可用なロードバランサー及びプロキシサーバーを提供するフリーかつオープンソースなソフトウェアである。C で書かれており CPU とメモリ利用率の点で高速で効率が良いと評価されている。ハップロキシーは GoDaddy、Go dy, GitHub、Bitbucket、 Stack Overflow, r e ス i t Slack, speedtest.net, Tumblr, Twitter, t w i n など多数の著名なウェブサイトで使用されている。また、Amazon Web サービスの OpsWorks 製品で使用されている。ハップロキシーは2000年に Linux カーネルのコントリビュータであるウィリー・タロによって書かれた。タロは現在でもプロジェクトのメンテナンスを続けている。 2013年、ソフトウェアの開発とオープンソースコミュニティからのコントリビューションを継続させるために、ハプロキシーテクノロジーズ LLC という会社が設立された。この会社は、商用のハプロキシーエンタープライズと、アロハという名前のアプリケーションベースのアプリケーション、デリバリーコントローラーを提供している。また、技術サポートとハプロキシーの機能を拡張する。 追加モジュールも提供している。ハップロキシーには、以下のような機能がある、デュアルコアのオプテラン、または G、G オンプロセッサーを搭載したサーバーでは、Linux 環境では一般に1万5000から4万、ヒット S を達成でき、2ガビット s の接続が問題なく飽和する。2.2ブランチチェンジログ。2020年9月30日閲覧。2.3ブランチチェンジログ。 2020年9月25日閲覧。マスクル、ロードバランシングウィズ・ハプロキシー。セベラルナインズ・エビ。2013年2月19日、閲覧。ハプロキシー・オン・フリーコード。2013年4月5日閲覧。ナッツ・アンド・ボルツ・ハプロキシー。2013年4月8日閲覧。ザインナー・ガッツ・オブ・ビト・バキット。2015年2月26日閲覧。 ホワット・イット・テイクス・ツー・ラン・スタック・オーバー・フロー。2013年11月22日閲覧。オール・ハンズ・オン・デック。2020年7月7日閲覧。ハプロキシー・ゼイ・ユーズ・イット。2013年4月5日閲覧。リスト・オブ・サイツ・ユー・ジング・ハプロキシー。2013年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月5日閲覧。 ツエンチウェブ特。2020年10月10日閲覧。ハップロキシーレイヤー。AWS OpsWorks。2013年4月5日閲覧。LKML ウィリータローアナウンスリナックス2.4 37.11。2013年4月5日閲覧。ウィリータローアバウトミー。2013年4月5日閲覧。ハップロキシーデザインチョイシーズヒストリー。 2013年4月5日閲覧。ハプロキシーテクノロジーズオーバービュー。2018年10月21日閲覧。コルバット、ハプロキシー1.9九ハズアライブド。ハプロキシーテクノロジーズ。2019年1月22日、閲覧。マヒドビー、ヒットレスリローズ、ホットリスターツイズハプロキシー。ハプロキシーテクノロジーズ。2019年1月22日。 閲覧。ラミレス。ハプロキシー1.9ニアッツ GRPC サポート。ハプロキシーテクノロジーズ。2019年1月22日。閲覧。ハプロキシー 1WTEU プラ。ありがとうございます。